のくちゃべりスタイル5回目。え、5回目やな。今日ちょっと萌えっぽく喋ってんけどどうかな。いやー、萌えふ、わからんかった。わからんかった。ご挨拶しますか。はい、皆さんはじめまして、こんばんにちは、漫画家の葉月京です。皆さんはじめまして、こんばんにちは、宇和川由美です。はい、このラジオは漫画家が漫画家界のいろんな情報や秘密の裏話をいろいろ自由にくっつべる番組です。はい、というわけで今回含め全6回の5回目、はい、なのに初めまして、こんばんにちは、こんばんにちは、ね、えんちゃう5から見る人もおる。あ、そうやな、初めまして、そうやで。はい、でもこっから入ってもうてもあと1回で終わりか。そうやな、でもあのアーカイブあるから。そうそうそう、アーカイブってどういう意味かしてる。アーカイブ、え、アーカイブ、アーカイブス、うん、どういう意味か知ってる、日本語に直したら。アーカイブアーカイブス、なんでやねん。わからへん。書庫、書庫、書庫って意味ですよね。ほんま、うん、そう。みんな自信なさそうやで。ごめん、間違えたらどうしよう。どうしよう。一応英文化なんですよ、元多分ね、ここにテロップ入るわ、間違えてます。アーカイブ、アーカイブ、アーカイブ。今日はね、ちょっとメガネにしてみた。賢そうやろ。うん、赤いブス。赤いブス。痛い。赤いブスって言われてた。痛い。もう今日は、もう今日やる気ない。かわいいよ。そのふり、赤いブスって。赤やなと思って今、赤いブス。わざと言ったんちゃうで。うまいこと、ハマったわ。ハマんな。着地点うまくいったわ。うん、そうな、もう今日これで終わってもいいぐらい。というかさ、はい、そうそう、私ライブが近づいてきて。そうなんですよ。はい、練習ね、しなきゃ、うん、そうしなきゃ。で、大阪にいて、私東京なんで、だいたいね、ライブに、うん、練習1回ぐらいしかするのよね。うん、1回、2回、1回、2回かな。1回、それで直前に回したぐらいだから、うん、まあ、うん、自主練習かな、だいたいね。前さ、うん、スカイプで、あ、今言おうと思ってた。スカイプで練習しようと思って、ハマミの練習をしようとして、ハミちゃんとカメラもちょっとセットして、お互いこうやって顔見ながら、よし、ハマミの練習するぞって言ったら、リズムの取り方違うくって、遅れて聞こえてくる。しかもあのずれてんねん。そう、だからちょっと微妙に臨床みたいになってる。タイムラグがあるからスカイプではできないということが分かりました。スカイプ会議はできるけど、スカイプ合唱はできない。ハモリは無理です。臨床でした。あれは無理ですね。なので勉強になりました。はい、僕は1年に1回ぐらいねやるんですけど、今年はレコ初なんですよね。そうや、セカンドが。あ、そう、いまだにレコ初言うのよな。レコ初って、レコード会社、レコード初、レコード、レコード初。何も知らんな、この人たち。レコ初って何や。レコード発売記念。レコードちゃう、レコード、だってレコード大賞もあるんでしょ。そうや、今レコードね、もう売ってんの、一応売ってんのかな、レコード。あ、で、これジャキジャキやる人が、ジャキ、あの、それ DJ な、DJ な。そうそう、レコードのドーナツとかあったやん。そうや、そうや、 EP とかなんか真ん中にポコッとはめてさ、もう年齢バレるわ、このやつ。そのままシートとかな、そのまま黒くね、あの薄っぺらいレコードがついてて、あ、知らんか、ごめんね、ごめんなさいね、若いみんなごめんね。本当に、そう、そのレコ初ライブをね、はい、セカンドがね、はい、前回から3年ぶり、うん、3年半ぶりだったか。そうそうそう、ね、やっと出るね。今印刷出してるからホッとしてる。いや、でも思えば月日もね、2008年の年末からで、何から、なんでこのようになったっていう話したことあった、したことあるんちゃうかな。あるな、なんだ、高槻のそうな、ライブの話もしたっけな。した、したっけな、高槻のライブ。一番初めに私らがライブやったのは高槻のね。そうそうそう、ハキ先生のお友達の、私の友達がやってるライブハウスでやって、そうそう、その時あのエミちゃんが初めての中央、うん、声の加工なしで初めての中央、そう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 、それと、うん、何歌った、うん、あ、あくび娘。そう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 、歌わ、私がギター弾いてね、歌って。それはあれやろ、明日が好きやろ。うん、ん、そうやったっけ、うん、そうか、そうそう、私も生まれて初めて人前で歌って、うん、もう絶対人前で歌なんか歌わへんと思ってたのに、うん、なんか歌ってない今だ、もうだってこ、うん、もうほんまにはめられんねんな、ハキフィーズに。作詞ですか、すごいね。だってな、ここで愚痴言ってるけど、だってな、だってな、一緒に歌うんやったらじゃあやろうかなって勇気を振り絞ったのに、この曲エミちゃんに合うと思うね、うん、この曲エミちゃんに歌ってほしいな、うん、これはエミちゃんやろって蓋開けた私ばっかりやねんで。メインボーカル、え、声が
すごくいいから。でもね、歌苦手なんですね。だからね、ライブはね、もし来てくださる皆さんがいたら、生温かく見守ってください。そこ見て伸びるタイプなんで、はい、音を楽しむ。うんうん、でさ、なんかその時にさ、うん、藤沢徹先生もな、そう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 、来てもらってポイズン歌と思うで。そう、歌ってね。ポイズン。でね、二人で緊張してて、先生歌えるのって言ったら、もう歌ったことないからなとかって言いながら、でも面白い。ちょっとなんて、あの、テンガロンハットをかぶって歌ってくれた、ね、うん。でもなんか歌的にはやっぱポイズンだったな。うん、うまいね。うまいね。うまく落とした、ね。うまいなまあ、そんなね、私たちもね、うん、PV なんか生意気に作っちゃいまして、今日かけさせてもらうんですけど、初公開じゃないここで。そうや、そうや、初公開。すごいのよ、ね、本格的に演技してもらって、うちの娘2人、そうそうそう、モデルで出して、もう一緒に出るのも本当おこがましい、このなんちゅうモデルさんやからね、モデルと虫みたいな。なんで虫やねん。なんで虫やねん。あとね、もしょんぼりかけてもらって見ていただいて、いや、もうここで初公開やもんな。そうせやけど、思ってなんか指示をくれるんだけど、なんかね、やっぱ感情がないと私はできないんだなと思って。あ、でも、うん。演技ね、演技指導、ね。なんかね、振り向いて肩落としてとか言うんだけど、なんで肩を落とすかがわからないから、例えば振り向いて、ため息をついて肩が降りるとか、うん、そういうのってわかるんで、なんか役者っぽいなと思ってね。うん、でもなかなか楽しかった。でも楽しかったね。うん、うん、うん。ぜひ見ていただければね。はい。あの科学の力を、はい、というわけで今日はなんかあのね、あの大人のコーナーということでね、もう一つ言っていい、あ、PV でなんかほうれい線消してやら何やらあんまアップにしないでとか、うんこっちもうるさくって、ほうれい線あるやろ、無理無理、誰でもある、誰でもある、そういうは仕方ない、そのままやからみんなに心の目で見てもらって、はい、そうや、で今日はだから大人の、うん、1時間弱ちょっと大人とお色気の、お色気の男性諸君、はい、お待たせいたしました、はい、というわけで今日も早速始めたいと思います、はい、はい、それでは月指バンドのくちゃべりスタイルスタート。この番組はスマートフォン、タブレットで漫画を手軽に、漫画王国とちょっと気になる、もっと知りたいをお届けする漫画情報サイト漫画スタイルを運営するメニューの提供でお送りします。くっちゃべってなんぼー、はい、このコーナーは毎回漫画家先生をゲストにお招きし、リスナーから募集した先生の質問やリクエストが書かれたこの6枚のカードを先生に引いていただいて実現してもらうコーナーです。そしてこのコーナー第5回目のゲスト、はい、男性諸君お待たせいたしました、うん、自称おっぱい漫画家こと松山誠二先生にお越しいただきました。どうぞ。あ、すいません、おっぱい漫画家です。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかおっぱいおっぱい言われてます、ね、私多分ね、人生でね、今日ほどおっぱいっていうことはないと思います。いやいやいや、逆にこう女性から言われると恥ずかしい。なんでしょうがないよ。いや、むしろありがとうございます。え、先生こういう番組とか出るのは、いや、こういうの何度かいろいろ出たことあるんですけど、はい。おっぱいトークを繰り広げる。おっぱいトークというか電車とか。あ、そうかそうか。この前なんか電車トークしたらすごい惹かれてましたね。え、そうなの？はい。なんか、ハギ先生とお知り合いなんでしょ？はい。なんか、秋田書店の、秋田書店の打ち上げだった、はい。打ち上げの時で、最初なんか金髪やってん。なんかすごい攻めてる人やなと思って。うん、はい、その割には全然モテなかったですけどね。その時はなんか彼女欲しい欲しい言っててね、言ってましたね。最後告知があるんでその辺も、はいはい、そうや、彼女募集中です。告知もできて、まずいまずいまずい、まずい、そうか。じゃあ早速ですね、うん、あのカードトークからいっちゃいますかね、はい、先生じゃあちょっと1枚引いていただいて、はい、あ、ごめんなさい、その前にちょっと軽くプロフィールをご紹介しますね。ごめんなさいね、慣れって怖いね、慣れって怖いよね、本当。松山先生は巨乳を描くことを得意とされており、自らもおっぱい漫画と漫画家と称されております。また鉄道ファンでもあり、鉄道漫画も書かれております。現在月刊サンデージェネックスで人生漫画の賞を連載中です。はい、はい、あ、やっぱおっぱいやな、おっぱいと鉄道や、鉄道やな、今日はその辺で鉄板や、鉄板や。じゃあ引いていただきましょうか。じゃあ引いてもらおうかな。はい、あ、何かくさくしてんの、はい、え、おかしいやろ。はい、はい、セクシー、セクシー引かれましたね。おかしい、ソータロー、アットマーク、ハラッパさんからいただきました。
女の子をセクシーに描く秘訣を教えてください、うん、あ、それはまあおっぱい漫画家やから、はい、だから今日ちょっとさ、うん、実際に描いてもらいたくない？うん、はい、うんうんうん、な、え、どうする？もう？あ、やっちゃう？先生もやっぱまあまあ一応おっぱいとおっぱい得意やからさ、ね、ちょっと負けられない部分がありますね。おっぱい対決、なんかライバルありますね。はい、山田くん、じゃあおっちゃんも書こうか。え、私も、うん、じゃあ、また私書いたことないねんけど。初おっぱいで。え、ちょっと待って、じゃこれさ、そう、女同士やからいいけど、男ってセクハラとかじゃない。まあいいか、女同士やから。おっぱいの引き出しそんなないねんけどな。引き出し。ちょっと引いて引いて。引いて引いて。引いて。はい。え、じゃあ、何、実物大で書く？あ、ちょっと山田くん。山田くんかどうか知らんけど。実物大で書く。はい、ありがとうございます。実物、こう。はい。あ、そっか、よくか。これ3人ともほんなら書きながら喋る。書きながら喋る。その、おっぱい。でもなんか理想のおっぱいとか自分の一番好きなおっぱいとかあるじゃん、うん、あ、どんなん書く？え、どんなん書くって、ね、皆さん何が見たいですか？リクエスト聞く。え、理想のおっぱい、理想のおっぱい、みんなの理想のおっぱい、え、じゃあみんなのじゃないね、自分のそれぞれのやんな、難しい。じゃあちょっと、うん、おっぱいタイム。じゃあちょっとなんか喋りながら、ちょっとどうやる、え、ちょっと待って、マジこう胸にこう出すってこと？あの、すいません、トップは書かないでください。一応放送じゃ、はいはい、あのほら、あの雑誌の裏に載ってるさ、エロ本の、星のマークとか、要はアメリカ人のここになんか星のマークとか、ああいう感じで、ああいう感じでよろしくお願いします。どうしよう、なんか地図記号とか書くか。地図記号。え、マジ難しいんですけど。なんかお笑い漫画道場思い出してしまう。だって私だって漫画家やないからな。え、うーん、難しいな。うーん、ちょっと待ってよ。どういう状態で書くのが難しいな。なあ、え、マジで困ってる。松山先生、おっぱい成人なんですか？はい、普通、はい、はい、聞いた今。はい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 。え、おっぱい成人って定義何？定義あるのかな。定義なんでしょうね。おっぱい成人の定義とは、定義とは、いや、もう好きたらいいんじゃないですか。でもさ、でもね、あの年取るにつれて、うん、おっぱいからお尻の方に興味が移っていくよ。あ、そうです。え、松山先生、まだ、はい、まだって言ったら、まだ、ね、まだ若者はおっぱいで若いな、ほんな、うん、年いくとな、お尻が、お尻に行ってくねな。なんかおっぱい好きは幼稚だとかよく表現されますので、ね、子供っぽいっていうか。え、じゃあもうこれ普通やな。難しい、これ。え、どれだけ書けばいいんや、これ。現地集合、現地解散。そういうな、あの寄せてあげるブロー。現地集合、現地解散。よく言うな、えみちゃん、それな。そうそう、そうやね、現地集合、解散する、現地解散。ちょっとこれ難しいで。え、これ全然私書いてもおもろないと思う。その話題を取ろうとするところが関西人、ね、あ、そうね。あ、そっか、面白くなくてもいいんだよ。ちょっと今標準語っぽく喋ってみちゃった。もうなんで私こんなことしてんの。おっぱいとかされる声優って全然無門ちゃうかな。鉛筆とかないの？ないか、ないよな。で、おっぱい成人の定義って何すか？何すかね、本当おっぱいが好きぐらいしか分かんないですもん。え、セーターさ、別に大きくてもちっちゃくても、はい、とにかく、まあ、おっぱいが好きやったらいいってこと？気に入らんな、これ。まあでも、テレビとかだと巨乳好きがおっぱい成人みたいな言い方なんですかね。ああ、なんかよく、テレビだとタモリがなんか最初に言ってたような記憶があるんですけど。へ、タモリクラブとかそういういろんなところで。ああ、そうか。そうか、巨乳、みんな巨乳好き。あれ、そうでもないみたいよ。皆さん、あの何カップぐらいが、ここに男性が4人いるんですけど、フレームアウトにいるんですけど、何カップが。聞いてみたら、 A カップの人、 B、 C、 あ、 D。 おい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 、3対1でしたね。 D が3で C が1。リアルじゃね。みんな遠慮気味ですね。大きすぎんのも良くない。
でもまあ C が一番美しいと思うな。やばい、ちょっと。待って、それってさ、ちょっと待って、これやり直そう。あのさ、寄せてあげてもいいの？だから要は形ってあるやん。あ、さすが私ね、大学の時にね、あの、いっぱいさ、C カップの人って、あ、D カップの人たちがいたの。でもみんな形が違うの。私みんな触ってんけどさ。そうやね。なんかさ、同じ、気に入った父になれ。同じ D でも、早っ。ちょっと進行しといてもらっていいですか？何の話？同じ D でも、なんかこう、お椀型とか。そうそうそう、いろいろあるな。あかん、気に入らんわ。もうええわ、これで。書けない。先生みたいな、やっぱ細い線で書かなあかんのかな？あ、効果音入ってるわ。この時点で負けた気がする。効果音入れませんでした。あかん、もう書かれへん、できへん。もうこっちにしよう、こっちにしとこう。顔やったらええけどさ、こういうの。やっぱ先生、そうか。来ましたね。そうか、そうか。私でもさ、あの巨乳特に好きなわけでもないんだけど、あの巨乳の人が T シャツで貼ってるここのピンっていうシワ、いいですよね。あれいいですよね、これね。町田に見っけこう、ありがとうございます、ありがとうございます。あれが好きですよ、心の中で。そう、感謝の気持ち。そうなの、あれね。あ、それかこれ、あれ好き。格と無言になってしまう。真剣格と無言になっちゃうもんね。なあ、無理。なんか男性の感じ。なんか、みそろ男性の無害感。今日、見よう見よったらガチャピンみたいな。ガチャピン、ちょっと。すごい。すごいことになってる。それオチやろ、オチやろ。エミちゃん最後やな。シックスパックでいい。1,2,3,4,5,6,7,8。あれ？8個言われちゃった。8個？1,2,3,4,5,6,7。ここにこういう。1,2,3,4,5,6,7。ああ、こういう状態が好きだな、私な。ああ、何やったっけ？できた？できましたか？もうあかんわ、これ、ほんまに。できた。あ、こんなんでいいや。私、これが好きかな。こんなのよりも、この、これが好き。汗かいたわ。まず、裸から出すか。まあ、いいや、これで。ん？ええか？え、一斉ので出す。それか、順番に。え、これが裸？裸？ん？裸？一応裸。一応裸。マジでやりたくない。一斉ので行く？どうですかね。一斉ので。前書いてんけど、これでいいか。私三枚書いた。せーので。バーン。あ、やっぱハキ先生すごいしなやかやな。でもこれ。ちょっと。いや、君やろ君。これ男の人の裸ちゃう。どうこれ。ほら。男の人の裸ちゃうそれ。シックスパック。ほら、合わへん、これ。顔に。などうやけど、エミちゃんのイメージが。え、もう一枚かわいい。ちゃん、普通には書いてんの、ね、どんなほら。これなんか理想の大きさ、多分これ何カップ ?D カップくらいでしょ。これは何カップ？トーンがリアル。これ、まあ、とりあえずワールドカップでいいんじゃないですか。ワールドカップ。ワールドカップ。ワールドカップ。うまいな。私はまあ、D か。うん、いいぐらい。おっぱいや言うてんのに、その。あ、まあ一応ね、このくびれとこの腰のこのちょっと骨大事かな。とても理想な形で。本当は、なんか私、あの服を着た状態の、こういう、こういう、これ好き、これ。ありがとうございます。背が2カップやろな。これはちょっとかなり大きくないと無理かな。はい。で、なんかちょ、ここにシワ、こう、影がいくの。あのさ、影の置き方とかね、すごい。で、ちょっとここをシワで寄るんだよね、こっちね。ここはもうシワがなくなって、こう、パン繊維が、助けて死んでるって言って、ここボタンとか書くと、こう、走ってる感じのね、ここちょっと、こういう感じのね。これが好きです。じゃあ待って、それでこだわり、書く秘訣？まずじゃあ、
松山先生がこう秘訣は何ですかね、まあ、秘訣っていうかちょっとエッチく見えるように前か、うん、ちょっと前かがみにさせて、なるほど角度ですね、っていうのじゃないんですけど、はい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 、うん、他に何かこだわりのポイントとかあるんですか。こだわりっていうか、まあ、人にもよるんですけど、ちょっと垂れてる感じを表現したりですよね。垂れてるのに負けてる感じ。負けてる。なんで？ってことは若いのよりちょっと熟した感じ。最近はもう熟女の方が。熟女。肉も、うん、うまいっていうのはやっぱり、ね、熟成肉。そうだね。ちょっと人間にちょっと近いよ。まず高音が三個。ピー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 。もあと効果音、先生といえば効果音、うん、そうなんや、最近使ってないんですけど、こうたまに使おうかな、その時なんか効果音もここで全部隠してて、ロマーンとかね、あと何がありましたか、あれ何ヌルハチとかいろいろありました、ね、なんかでも重量感あるもんね、すごいタプタプって、うん、こうしたい感じ、そうね、それ素晴らしい、ちなみに滝先生のそのあれは秘訣は、秘訣、うん、針、なるほど、はい、針が垂れてへんの、あのね、これで服脱いでブラジャー外すとタラーン、じゃあ元気しよう、でも、うん、なんかあの私おっぱい描くときにこだわりがあって、うん、あの年取ってる人のおっぱいは下書きした後にこう上からペイネすんの、ね、若い人のおっぱいは針があるから下からペイネすんの、それだけちょっとニュアンスが変わるの、針があるおっぱい、うん、重力に勝ってる感じ、うん、20代は上から下からどっちが描いたんですか、うん、まあ、普通にこう上から下に流れる、なるほどなるほど、重力に、で先生のさ描くおっぱいって顔より大きかったりするもんね、うん、顔より大きい、だから登場当時はそんなに大きくなくても描いてるのどんどん大きくなって編集者に怒られた、そうなんかさアメリカかなんかのすごい巨乳の女の人が、うん、こう父でなんかこう割ってるやつ、ね、見た見た、うん、カンカンとか割るねん、こう見た見た、あれ硬いの、どういうことあれは、どうなってんのかな、重力で割ってんのかかもしれない、あれさ人バーンって父ビンタとかできるよね、武器やね、うん、父ビンタしてほしいよね、ちょいちょいちょい、一回されたい、一回されたい、なるほどね、ごめんうちの娘が見るかもしれない、こうやって合わせてみて、はい、はい、こんぐらいなんか1週間だけ巨乳になりたいな、あいいやいいや、うんうんうん、いややこれシックスパックにしよう、ほらどう、なかなか楽しいね、うん、それだけ男性だからあんまりありがたくない、まあね、もしかしたら男性もいいって言う人がおるかもしれない、うん、これじゃあこれで次のこれでやんの、次のカード引いてもらおうか、次のカード引いてもらおう、はい、じゃあ次のカードなんかこれ面白くないこれ絵面がはい引いてください、はい、うんうん、趣味趣味趣味、はい、はい、はい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 、代表社員ビッグさんからいただきました、はい、多趣味な先生ですが、うん、鉄道アイドル以外に最近の趣味ってありますか、最近の趣味鉄道、でもアイドルは趣味じゃないんですけどね、あそうなんですか、実は、うんうん、アイドルマスターっていうのを当時ゲームセンターでハマってたので、多分そこから来てんのかな、うん、最近だと散歩散歩散歩あの地散歩みたいな、なんかブラブラしたりたまにお店入ったりもしますけど、うん、どういうお店に入るんですか、まあ、なんか普通に喫茶店とかですよね、どこにでもあるような、散歩なんか下町風な、うん、おすすめの散歩コースとか、すすめ散歩コース、まあ普通に河川敷とかいいですよね、まあ誰でもおすすめできますよね、 あと土地とかはなんかその東京のことよく分かんないけど、うん、かなんか何おばあちゃんの原宿のおすすめ、なんかそういうふうな、なんかこう具体的な、意外と大きいところの裏道とか面白いですよね、飲食店とかも結構あったりして、路地好きやな、なんか神保町も楽しいよね、なんか本当に喫茶店とか、ね、神保町結構多いですよ ね、うん、ねカレー屋さんがいっぱいあったり、うんうんうん、あとサボウルとかな、サバミロンガとかな、うん、好き好き、なるほどね、うんうんうん、はい、まあ、鉄道以外って書いてあるけど、はい、鉄道のことも聞いちゃおうかな、なんか鉄道好きじゃないですか、はい、鉄道の良さって何なんですか、鉄道の良さ、まあもう生まれながらこう電車楽しいなってやったんで、乗るのが見るのが見るのが乗るのが結構全部やってますよね、まんべんなく、うん、私もちょっと好きだったよ、あの魅力って何、魅力、まあ男の子だとやっぱメカですよね、かっこいい、あの巨大なものが動いてるっていう、ほー、
そうか、私お友達にね、一人そういう子がいて、はい、なんかよく分からへんけど何時間に1本しか通らへん電車と何時間に1本しか通らへん電車がこうすれ違う時のこの夕日のこれがすごいっていう、それちょっとマニアックです。1日に1回ぐらいしかないわけよ、なんか夕日のここのカットとこれがすれ違う、はい、ここがすごいって言われて、うーん、でも私ファンの人はすごいと思う。私、はい、あの前ね、はい、あの恋愛ジャンキーって漫画書いてて、はい、そこでね、なんか東京駅で見送るシーンがあって、はい、新幹線を書いたらね、手紙が来まして、鉄道ファンの方から、これは第何何で何だっけな、新大阪博多間しか走ってないかなんか、はい、初代のやつですかね。これは東京駅にあるのはありえないですみたいな言われて、すいませんみたいな。それからね、あの電車書くときはすっごいちゃんと調べてやったのに。この前あのクロス&クライムっていうのを書いた時も、なんかその東京駅から那須塩原に行くやつが、これがなんか何時の区間しか止まらないなんとかかんとかみたいなこうあって、それもなんかまずかったみたいで、少し調べたんだけど、その時間帯とかもあるらしくて、止まる駅も意外とうるさいんですよね。まあスルーするのが一番いいんですよ。でもね、その指摘 してくださった方はすごく親切で、はいはい、この電車ですってちゃんと画像くれたんですよ。細かい勉強になる。やっぱきっちりしてるね。うんうん、だ時間帯と今度運用変わりますもんね。その車庫に入れるためにわざわざ特急車両を走らすと、各駅で走らせると、そういうのもマリになりますもんね。だ新幹線とかもたまにいい車両がその各駅の新幹線だったりで来るときありますよ。いい車両、いい車両。だからちょっと前だったら新型の車両が各駅 の新幹線として使われたりとか、今車両が全部新しくなっちゃったんであれですけど、黄色い新幹線そういえば見ました、ね、はい、ドクターイエロー。最近主婦が走っていくのよく見かけるんですよね。え、どういうこと？要はあの携帯の待ち受けのトップにしちゃうとなんかいいことあるみたいな、幸せの黄色いハンカチみたいな。だから主婦とかその子供よりもお母さんの方が先にどんどん走っていくんですよ。いや子供置いてっちゃダメでしょ。なるほどね。幸せの黄色い新幹線。うん、へえ。じゃあ次引いてもらいましょうか。はい。じゃあもうよろしくお願いします。じゃあこれ巨乳。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 ちょっと待ってくださいよ。ん？ローコーヒー。口。ローコーヒーか、口1じゃないよ。ローコーヒーさんからいただきました。巨乳を書くきっかけ、また自分の中での巨乳の線引き。うん、これ難しいね。書くきっかけっていうか、うん、まあなんか女の子のキャラクター書いてて、胸を大きくした方がなんか楽しいぞっていう。もちろん先生は巨乳好きなんですよ。はいはいはい。さっきは即答。でもでどっからが巨乳の線引きというか、何カップから。そう。なんか漫画どんどん書いていくうちにもう E とか F 小さくねって。A B C D E。うん、だから E F はなんか綺麗なお胸だねぐらいの感じ。微妙ぐらいの。でも大きかった大きいで大変なんだよ。私の友達であの I カップのアイドルの子がいて。うん、あの寝返り打つとき踏んでしまうって言われた。寝返り打つときに踏む、もう想像できへん。想像できへんね。で、なんかユニクロのほら、なんかブラトップみたいなのあるやん。あれはな、なんか父をこうサポートするんじゃなくて、ただの乳首隠しやって言って。うん、そこしかもう収まらへんねんて、範囲が。なるほどね。あとなんかうつ伏せで寝れないんでしたっけ、うんうん、大きすぎると。気持ちよさそうやけどね、ぷかぷか。寝返りの大変。あんまりでかすぎると枕になるっても聞くんですけど。うちのおばあちゃんは、その、すごい巨乳やねん、垂れてるけどね、そこにタオル引いてて、汗もできるって。ああ、そうね、こうやって持ち上げて、ね、持ち上げて、洗ってはるからね。そうそうそう、そうそうそう、そう、苦労がある。ということは、ABCDEF、G から。G。GHIJ。大巨乳。うちら巨乳やけど拒否の拒って書くから。虚しい。虚しい父。虚しい父で巨乳でもいいかもしれない。ちょっと今日なんか悲しい回やな。ね、本当に人生ないものねだりですね。どうしよう、もう一個ぐらい引いちゃうかな。はい、引いちゃいましょうか。先生引いてくださいま。これ持ってんの結構大変やな。そう、まあ、いいか。こちらスマホ。スマホ。スマホ。来ました。ガッチャンからいただきました。はい。あのスマホじゃなくて iPhone ですね。うんうん、iPhone は無事ですか？無事ですか？どういう意味ですかね？これはあれ、笑えない話ですよね。やばいな、笑いに変えましょう。笑いに変えましょうよ。まあ今、ネットでホットなニュースでっていうか、炎上しているというか、はい。はい。してたというか。はい、一応電話機として使えるんで全然大丈夫です。言える範囲で。言える範囲で、まあ普通にボディとその表面ガラスとかが傷だらけになったぐらいなんで、
で多分9月に iPhone6 出ると思うんでそれまでの我慢になります。もうそっち買う気満々でいるんで大丈夫です。あ、でもまあ、なんかねちょっとね、iPhone が痛い目に、ね、ちょっとし下取りできないんで資金にできないなっていうのはちょっと残念かなぐらいの。詳しいことは各自調べてもらうよ。ちょっとタイムリーなね、松山誠二、iPhone でやったり、北海道なんかヤフーニュースとかになっててびっくりしました。ええと大事になってる。ね、僕は無事なんで大丈夫です。あ、無事です。どうしようと、先生このままお会いできなかったらどうしようと。そうなんです、帰りなくなりそうになってました。傷だらけで来られたらどうしようかと、ね、私もそう思って想像してたけど、全然大丈夫です。よかったよかったよかった。放送iPhoneも言うほど気づいてへんしね。さすが iPhoneさすが。はい、というわけでですね、まだまだいっぱい聞きたいところなんですが、ちょっとお時間になってしまったので、はい、このコーナーここで締めたいと思います。というわけで以上、くっちゃべってなんぼのコーナーでした。いらっしゃったので、こちらのホワイトボードに来た証として落書きをしてもらうコーナーです。埋まってきたね。だいぶ溜まってきたね。なんか元先生、須本先生の一番ちっちゃいね。うん、そうやな。一番大きく書きそうやのに。そうやな。実はちっちゃいんかな、あの気が。実は緊張してんのかな。かもしれん。どうですか。っていうか、みんな丁寧すぎじゃないですか。ハードルすっごい上がってるんですけど。ぜひね、丁寧に。がすごいな、やっぱり。これ一番インパクトあるな。ぜひ丁寧にいっぱいおっぱいで、ね、はいはいはい、埋め尽くしていただきたい。おっぱいを埋め尽くすのはどうかね。かわいい女の子、はい、だからちょっと横に書いてもらわなかったのか。いや、まあ、2つでも何個でもいいんで書いていただければ、うん、じゃあ早速、はい、お願いします。書いてもらいましょう。あ、そっちからいい。ちょっとこう回る。ではカメラの前に通る、うん、うん、いいです。いいと思います。割とね、通るんですよ、うん、カメラ。スタッフの人も通ります。ここからも書いちゃっていいですか。はい、いきなり書いちゃってください。でですね、その間にさっきの質問の続きを、ね、ちょっと余ってる質問もせっかくいただいたんで、なるみさんからいただきました。はい、ありがとうございます、おすすめ鉄道とその見どころ、うん、ちなみに私は阪急の嵐山駅が好きです。おー、嵐山行ったことあります？嵐山行ったことないですね。京都だもんね、はい、京都のどこだったかな、天狗のなんか有名なとこは行ったんですけど。天狗有名？クラマ、はいはい、それは紅葉切りの観光列車乗ったとかあるんですけど。へー、あるんだ。永山電鉄。あ、永山電鉄ね、はい、懐かしいわ。じゃあおすすめの鉄道とかあるんですか、はい、おすすめっていうか、まあ、みんなに勧められた JR 九州の
鉄道とかいいんじゃないですか、七つ星に九州って知ってます？乗車ことある。確か乗車に70万ぐらいかかる。なんかすごいちょっと最近話題になってる、なかなか予約が取れないやつですね。だからそこの九州はそのデザイナーを採用してるんで列車の車両が綺麗なんですよ、すごく。湯布院の森とか、そうなんよ。だから電車興味ない人でも結構面白いと思うんですよね。私電車興味そんなにはなかったけど、江ノ電すっごい好きです。私割とずっと乗ってるよ。飽きる？江ノ電めっちゃ好き。江ノ電ってね、なんかもうあれでしょ、民家に入るみたいな感じ。一目から入りますよね。だってなんか家に行くのにその線路をまたがない家に行くのに、そうそうすごい好きあの感じ。踏切ないとこもなんかこう渡って階段とか、もちょっとだけあるんですけど、割とぶつかりそうなぐらいの距離で ね、 なんかね ロケとか用してるよね、それ僕の漫画のゆり鉄っていう作品の書いてある、ぜひ読んでください。ゆり鉄ゆり鉄です。うちらほら米子に行ったやん、北郎列車私は乗ってないけど、ロードあそっか、そうかそうか、そう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 、乗ったことあります、ありますあります。さすが2度行きましたけ、ね、どリニューアルされる前と、あ、はいはいはい、列車が1回リニューアルされてるんですよ。はいはい、来てましたね。あの、はい、何3種類ありますよね。北郎列車に、猫娘列車に、あと、どれだろう、ネズミ男だったか、目玉親父とか。ネズミ男でしたかね。乗ったら、いろいろね。目玉親父かな。あ、目玉親父だっけ？どれでしたっけ？でもね、私らも乗ったんですけど、猫娘相手乗ったんやけど、乗ると猫娘は見えないんだなって気づいた。なんか富士山に登って富士山見えへんみたいな、あんな感覚に。あ、中にはおらんかったんや。中にはちょっとなんか、イラストがいっぱい書いてある。そうですよね。で、椅子の座席のその記事のところに猫娘がいっぱい書いてあって。ですか、今のやつはそうですね。原作の絵柄で猫娘が書いてあって。まあ猫娘を踏む感じで。踏み絵や。押し入れで猫娘を感じるという。やっぱ乗ってたか、すごいね。面白い先生やった。何でも知ってそう。あの、亀岡のトロッコ列車とかも知ってます？亀岡？京都の神奈川のトロッコ列車、元山陽線の、そこまで知らないですね。そこまで佐賀のなんとか鉄道すごい。そうでしたね。いや、私好きなんですよ、トロッコ列車は。トロッコ列車なんかさ、その列車自体はあのそんな詳しくないけど、うちの近所に JR の線路があって、子供の時を見に行って、雷鳥とかさ、が来たら、あの、雪が乗ってんねん。電車の上に。あれ見んのがすごい好きで、ああ、どっか来たんだって、雪積もってないから、こっちは、大阪はね。絵になるね。うん。写真とかもいっぱい撮るんですか、じゃあ。はい、取材の時に結構撮ってました。今はなんか iPhone で撮るといいのですけど。みんなすっごいカメラとか持ってるもん、いいカメラ。だから、カメラメーカーにとって鉄は美味しいお客さんらしいですよ。何百万で平気で買ってくれるんで。で、それ撮って、はい、自分で見てニヤニヤする。はい、発表したりはしないんですか？あの、鉄道雑誌に投稿する人多いですよね。鉄道雑誌ってそういう人の投稿で成り立ってたりしてるんですよ。やっぱり、製造でカメラマン持っちゃうとコストがかかっちゃうんで。だからそういう鉄道ファンから写真を買い取って撮ってたりとか。なんかすごい単純な疑問やけど、シャーって走ってるのをパシャって撮ったら、ブレないんですかね。いや、ブレますよね、ブレますよね。逆になんかその背景をブレさせて、その列車だけ列車に回してシュッてこう。変わってんのあれ。なんか流し撮りとかいうやり方ありますよ、その。列車の大きな足でシャッターをこう切って。列車だけが綺麗に映ってて、背景がこうバーって漫画の効果線になる。自分で動くんですか？そうですよ。こうやって。流し撮りって言って。割とじゃあ首に来るね。あの、電車だけじゃなくて、あれやね、あの、そのほら、子供のね、運動会とか行っても子供走ってるのこう、ああ。でも子供はちょっと早いけど、まあまあ確かにな。それでも背景流れんねん。流れんねん。それで慣れた手つきしてる人は多分鉄ですよね。子供の流し撮りしてる。そう見て、間違いない、間違いない。子供の運動会でね、じゃあそれ判断、判断。ええ父ちゃんや。ええ父ちゃん。動体視力とか上がりそうです。あれなんかドカ弁でそういう話なかった。え、ほんまですか？なんか列車の特急列車通過して駅名を見るみたいな。そんなん、あ、動体視力を養うために。はいはいはい。あめっちゃ可愛い。あ、なんか、もう一枚あるんですよね。もう一枚言っとこうか。言っとこう。画風ね。うん、うん。うん。どこや？あ、これ。西武さんからいただきました。はい。
初期の頃と最近の画風が変わったように思うのですが、はい、何か理由はありますか。まあ、単純に編集から絵変えろっていうことなんですけど。どういうふうに変えろと。まあ、もともと自分って90年代の漫画の絵の影響強いんですよね、うん、ドラゴンボールとかああいう世代なんで、うん、だからちょっと古いなっていうのもあったんで、ちょっと今風のなんか可愛い絵とかを研究して、ちょっとユリ鉄とかそういうふうな画風でやってます、ね。そんなすぐ変えられるものなんですか、絵って。結構大変でしたけど、まあ、変えたら変えたけど、まあ、これはこれでいいやと思って。変えてる先生結構いますよね。はい。なんかあの、私びっくりしたの、ユージン先生が、すごい可愛らしい、ちょっとエッチな女の子の漫画描くのに、うん、昔の絵見たらすっごい劇画やねん。あ、こんな変えはったんやと思って。結構いはる。そうなんや、そんなんあるんや。うん。うん、あ、出た。効果音が入りましたね。効果音だってことでしょう。すごいです。できてきましたね。そっか、絵を変えるってすごいな。でもなんかまあそう、あ、人によっては難しいことなんかな。私結構なんかいろんなタッチで描くの好きだから。私も好き。器用や。ともう終わっちゃったりですと、あ、まだ時間ありますよね。え、大丈夫です。あ、これ完成な感じ。完成。可愛い。というわけで松山君完成です。効果音読んで、エミちゃん。ロマンって書いてあるの、これ。はい。プリリン？ロマン。それはシリン？シリン。シリン。ヌルハチって、ちょっとテンション難しいな。シリリリン？ヌルハチ？先生といえばこの効果音だもんね。はい、どうぞこちら。はい。よいしょ。すごい、ゴージャスになってきた。どうですか、書いてみて。で意外と難しいですね、大きくてボールなんかさ、おっぱいが描けなかったね、エミちゃんで隠れちゃった。いやだ。だから本当はおっぱいをこの頭の上にちょんってつけるような状態にしたんですけど、ね、気づいたら顔大きく描いちゃった。あ、そこが残念やな、どっかになんか描いてほしいな。でもこれってこうなるってことやね。あ、それじゃ顔隠れちゃいますよね。こう大きさ的には。顔残念やな。せやな、ちょっとおっぱいだけここに書いてもらって。したみたいな。まあいいか。いいな。書いてほしいな。書いてほしいな。追加に書いておきます。いいですか。書いてほしい。書いてほしい。書いてほしい。あれは書いてはいけないんですよね。あれはダメです。ですね、トップはダメです。トップは。トップはダメです、ね。あ、ちょっとこれ。で、横顔とかでもいいし。はい。横顔でもいいし。そこいっぱい書いていただいて大丈夫です。そのままおっぱいどう？はい。はい。そのままおっぱいを。すごいね、おっぱいありやし、ホラーありやし。あ、なんか自分好みの、ちょっと、おじゅくな。すごい！おじゅくな、おじゅくな。ちょっと今これ見えへんのが残念よ。ちょっとかぶっちゃってすいません。いや、元先生、すみません。喜ぶかも。下本先生喜ぶかもしれない。なんかこうやって見るとさ、あの人がさ、こうね、盗みっていう。なんかちょっとほっぺたとか赤で抜いたよね。塗りたよね。アラフォーって書いておこう。アラフォー。あ、アラフォーがいいですね。アラフォーの熟し具合が。アラフォー大好き。なるほど。年を取っていくつつ年齢上がっていくんで。なるほど、なるほど。若い時は普通に大学のお姉さんとかそういうぐらいが良かったですよね。今はそれは物足りない感じ。はい、もう子供に見えちゃってね。ああ、なるほど。はい。なんかこれ。まるでそれ、洲本先生が書いたみたいですね。これが真面目であればあるほど面白い。逆の効果がね。素晴らしい。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけでですね、はい、全6回の放送で私たちとゲストの先生5人が落書きするだろうこのパネルはですね、はい、抽選で視聴者の方にプレゼントするかもしれませんかも。これまだ引っ張るの。輸送費いくらかかるんですか。結構かかると思いますね、これね。でかいですよね。でもこれはメニューさんの負担だから。そうね。というわけで最後まで番組を見てください。以上、落書きしてなんぼのコーナーです。はい、さてさてエンディングでございます、はい。まずは松山先生からのお知らせです。はい、一応自分がちょっと前まで連載してたゆり鉄全4巻っていうのが発売されているので、うん、まあ電子書籍なり何なりいろいろ買ってください。まあ何かと話題ですよね。その北海道のいろんな事件というか、なんかね、朝まで警察署にいたりとかしましたけど。まあその辺はググってください。カツ丼出るんですか。
活動は出なかったですね。取り調べやん、はい、それ受ける方やん、受ける方やん。せめて飯花ぐらいしたいなとか思ってたんですけどね。何時間ぐらいいたんですか。あれは10時ぐらいからいたので、それから朝の6時7時ぐらいありましたよね。突っ込んだ話ですが、その被疑者の方はですね、はい、どの位置にいるんですか。同じ、いや、もう別々になってますね。こう睨んでるわけではないんです。だから2台パトカー用意されて、片方に被疑者、片方に自分みたいな感じで分かれて、ちょっと面白かったですけど、ちょっと去り際に目があったりとか、もう合わせないより気遣ってくれましたよね、向こう。やっぱりこう喧嘩になっちゃう人もいるみたいなんで。取り調べ室ってさ、あの携帯電波入らなくなってるんですよ。携帯電話来てください、久しぶりました。取り調べ室、まあ君は、まあ、外被害者だからあれだけど、まあ一応ルールだからねっていう感じで。そうなんや。嫌な。ちょっとそれが、あ、面白いちょっとあの漫画に使えますよね。そうなんだね。そう、漫画家ってダメですよね。そういう、あっちこっちをなんか、あ、面白い面白いと思っちゃって。使える使える。使える。ぜひ、あの、お二人と絡めてね。漫画にしていただきたいと思います。あ、で、あと宣伝大丈夫ですか。ええ、あと、今サンデージネックスで人生漫画の賞っていう、あの、ライトノベル原作の、ま、のやつのコミカライズをやってて、それが7月からアニメが始まるんですよ。その作品で、それに合わせて一応コミックスも6月19日に第1巻が出るので、よろしくお願いします。はい。はい、続いて月日パンダからのお知らせです。はい、来月だよね、はい、来月、6月15日の日曜日、はい、新宿のロフトプラスワンで、はい、私たち月日パンダのライブをします、はい、セカンドのレコ初ライブ、レコ初ライブ、何やったっけ、西へ東へ月日大作戦、うん、西へ東へ2014、はい、なんかタイトルがすごいな。うん、で、5時半開演で、会場で、6時半開演です。うん、もう、あの、ぜひぜひ来てください。ちょっとクチャスタのダイジェストみたいなのも流しているかもよ。あ、そうね。そうそうそう、5時半に。あの、私の原稿も展示しますんで、はい、よかったら見に来てください。はい、音楽と漫画が楽しめる。そして私たち、月日パンダの楽曲が、iTunes、Amazon、MP3、モーラ、レコチョク、ムーモ、ドワンゴより配信されてますので、うん、ぜひチェックしてください。はい。そして、情報サイト、漫画スタイルからのお知らせです。毎日更新の漫画スタイルは皆様との接点を増やすことで、漫画をもっと知りたくなるきっかけのちょっと気になるを提供していきます。今すぐ漫画スタイルで検索してみてください、はい、そしてですね、番組の感想やご意見、私たちへのリクエストがありましたら、サイトまでどしどしお送りください。はい、というわけで、松山先生、今日どうでしたか。いや、楽しかったです。あとなんか、とにかくおっぱいだったな。もう本当、人生でこんなにおっぱいって言うこと全然なかったよね。逆にこう、女性から言われると、てっちゃうですね。なんて言えばいいのじゃ。いや、むしろ、もっと言ってください。あ、そう。ハッピーみたいに、父っていう。あ、そうです、そうです。あ、これ、あの、彼女じゃないけど、何で募集頭で言ってた、あの、それは告知はいいんですか。いいんですか。募集です。とりあえず、漫画買ってください。漫画買ってくれる方募集。あと、アラフォーのね。はい。ちょっと出産経験のある。怒られる。ぜひ、漫画スタイルの方に。よろしくお願いします。怒られます。はい。それでは、月日パンダのスタベリスタイル、今週はこの辺で、お相手は。松山先生でした。でした。ほら、チャイナ。この番組はスマートフォン、タブレットで漫画を手軽に、漫画王国とちょっと気になる、もっと知りたいをお届けする漫画情報サイト、漫画スタイルを運営するメニューの提供でお送りしました。口紅をつやきらのベビーピンク、君に似合うはずだよと、あなたがこの店で